そういうところで、エントレックの、はい、オリンパス10の、徹底分析に行こうと思うんですが、はい、まあ、前の機種とか豊先生聞いていただいて、前の、3種類かな、はい、を聞いて、僕自身も、あのミニマス使ってるし、はいはいはい、この新しいのも3種類実は聞いてるんですけど、はい、すごい良くなりましたよね。そう、これがねすごいいいんですよ、エントレックのオリンパス10っていう、まあ弊社親指が取り扱ってる中で一番フラグシップの上位機種なんですよ、はいはい、こちらをですね今日は、どこの部分に接続すると、まあ、どのように音質が変わっていくのかというのを徹底的に分析できればと思っております。CD プレイヤー、ブリー、アンプの順番で随時聞いていければと思います。でですね、標準的についてるのが、はい、アース線がですね、ワイラグなんですけども、こちら筐体によっては、まあ、ネジで締めていただければいいんですけど、普通にアースのターミナルがあればいいんですけども、ない場合だとちょっとねネジは緩めて刺したりとかしてしまうと、ちょっと保証が効かなくなったりとかする場合もあるんで、今回はですねオプションのワイラグから RCA になってるこちらで接続できればと思っております。はい、それではまず仮想アース何もついてない状態で聞いていただきます。
違うんです。そう、味が違うんですよ。形とか向きとか、これはね、もううまくね、モデルによって違いますし、ね、このオリンパス10は、ね、ポストが実は純銀なんです、うん、この子だけ。弊社のこのオプションの、はい、まあオプションだけじゃないんですけど、うん、ついてるアース線なんですけど、はい、こちらもいろいろチューニングを重ねて太さも決めて、片方金メッキで片方が金メッキで組み合わせに至ったんです。これがね、ちょっとアース線でこんだけ音変わるみんな思わなかったですからね。そうなんです、本当にびっくりしますよね。でうちの場合だとこれだと金メッキの方を、うん、銀の方、あの仮想アースの方につけて、エントレックが見せていただいてっていうのが、セット方法です。というところで、こちらの Y ラグと RCA のアース線を使って、オリンパス10つないでみたいと思います。 CD プレイヤー、まあ、出力プリアンじゃないや、ダックのそうです、ね、アナログ RCA のアウトの左右につけたんですね。そうですね。ああ、ちょっと僕一応後ほど、まあ時間があればなんですけど、1本2本でも1本つけるのがいいのか2本つけるのがいいのかでも比較しちゃう。これね、あの1本でも大体いいんですけど、やっぱり両方つけた方がいいですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。経験で言うと、そう、はい、今日は2本。Thank you.
CD プレイヤー、まあ厳密には DAC、まあ、最上流部分にですね、トレコーリンパステーもつけて視聴いただきました。どうでしたか？そうですね、あの最初の状態が、まあ、ここ、音楽の当社の視聴室ってまあよく使うんで、その音も把握できてるわけですけども、特にあの今午後1時ぐらいで、パソコンをすごくこう立ち上げているような状態なんです。で、電源系にノイズが乗ってきてる。これはね、だから5時半ぐらいになると、この会社真面目な会社なんで、さーっとこう人が入っていくと音変わる、音が変わるんですけど、まあ、そういうあのすごくスモーキーっていうんですかね、あの本来ソフトに入っていない音の成分がずいぶん乗っていて、あの特に広域の繊細な感じとかがもう見えなくなっちゃう、膜かかってる、膜かかってる感じがすごくありましたよね、うん、で、それはもう竹内まりやさんでもそうだし、はい、クラフトンでもそうだったんですけど、はい、それが、DAC 部にのその RCA のですね、ここに左右にエントレック接続することで、ずいぶんこれ霧が入りましたね、うん、まあ改善率でいうとそれも 50%、60% ぐらいですかね、うん、はいはい、で、特にあの竹内まりやさんのそういう普通のポップスなんで、エフェクターであるとかエコーとかって普通にあのその元の音に対してかけてあるんですけど、それがあの SN が良くなるほど多く多く聞こえる、量が多めになる、それがだいぶ聞こえるようになりました。あの言ってみれば、だからぼーっとしていた女優さんの顔の表面がやっと見えるようになって、はい、細かいこう表情とか見えてきて、ただあの克明にこう肌のあれが見えるみたいな感じはなくなかったですね。なるほど、はい、それから、ストリングスの攻撃のヒーっていう高音の成分が随所に入ってるんですけど、そこのやっぱりあの澄み方であるとか、あと倍音がこうあって、こうただヒースーって弾いてるだけじゃなくて、こうヒーって響くような感じがあるんですけど、それもちょっとだけ聞こえてきたかなと思うんですね。あとクラフトンでいうと、最初あのお客さんの拍手ですね、これがあの物によって本当に多めに聞こえるか小さめに聞こえるか、あるいは一人一人が大きいか小さいかみたいなすごく違いが出るんですけど、あの最初はやっぱり本当あの霧がかかっててボーってなってたのが、一個一個の音が立つようになって、まあ数は中ぐらいなんですけども、あとはその一人一人のその分離、横方向とか縦方向とか、ここがあのだいぶ出てきました。なるほど、まあ、あの 100% っていう感じじゃないですけど、まあその 50%、60% ぐらい改善してきたかなという感じです。はい、ありがとうございます。では続いて、プリアンプでに接続して、ご視聴いただければと思います。ここ行きましょうか。いいでいいんじゃないかな、はい、ダジャレみたいな結構方向に行くようになってます。チャンネル開いてたら、さして完了しました。では早速、はい、聞いてみましょう。はい、はい、暮らし
やばいっすよね。ということで、フリーアンプにですね、エンドロックオリンパス10をつないで、お聴きいただきました、はい、どうでしたか。これはだいぶいいんじゃないですかね、だいぶ良かったですね、まずスモーキーさの改善率なんかも、うん、70-80% ぐらい良くなってたりしますし、はい、要するに空間の見通しが良くなるんですけれども、はい、音自体も一個一個がこう暴れが少なくなって、はい、きちんと落ち着いてあるっていう感じですね、それからすごく分かりやすかったのは、はい、竹内さん の、うん、あのポップスって音の色彩感を感じるんですよ、うん、ちょっとオレンジっぽかったり、うん、黄色だったり、はい、ブルーだったり、はい、でそうい こう色彩感が出てきたし、はい、あとやっぱりあの鮮度感自体も上がってますよね、うん、であのこのポップスを聴くときの一つの基準として、はい、ドラムスのキックってあの一番大きいトストスっていうのと、はい、ベースが重なって鳴ってるんですけど、うん、あのこれあの状態が悪いと分かれて聞こえないんですよ、はいはいはい、でその描き分けみたいのがすごく良くなりましたね、で基本的にあの音の鳴り方として伸びやかになりまして、うん、なんか抑圧されてないそうですかね、はい、そこはもうあの直感的に一番分かりやすいです、はい、あのクラフトも同じくなんですけども、オーディエンスの、手数が多くなりつつあの一人一人にこう、うん、フォーカスが当たっているような感じ、うん、それから、最低域のこうクラフトのこう、はい、そう足踏みのね、ずしってあれのね余韻があるんですけど、そうなんですね、ずしっていうのはちゃんと聞こえるようになりますよね、それから、あとはですね、クラフトの
声ってこうまろやかなんだけれども、こう喉のこう引っかかってるというか、はいはい、こう攻撃が立ってるというか、はい、脳神経が震えてるような感じの、うん、その両方まろやかさと引っかかるような感じの、うん、両方がちゃんと聞こえてきてて、うん、あの随分らしくなりました、はい、あとはですね、総合的に言うとあの、はい、テンポがこの曲ってものによってすごくもったりしたりとかキビキビしたりするんですけども、最初の状態だと結構もうぼーっとした感じの、あのそういう感じだったのが随分キビキビとして本来のテンポ感に聞こえてきました。あれはあの鳴り方としては特徴的なんですよね。プリは聞きますね。プリは聞きますね。これ以前もね、僕もアクセサリーでやった時に、あ、プリアンプだけに対策してこんなに良くなるんだ、よくあのプリアンプ必要不必要みたいな説がありますけど、はい、実はやっぱりね、こういう音楽聴かせる時の要になってくるんですよね。そうですよね、はいはい、確かに。ありがとうございます。では最後になりますけど、パワーアンプでエントリック試してみようと思います。Thank you.
はい、ということでパワーアンプにですね、はい、リパステンつないでお聞きいただいたんですが、はい、いかがでしたでしょうか。いやちょっとびっくりしましたね、プリアンプよりもこれ良かったですね。そうですね、はい、もう最初の、高泉マリアさんが出した段階で、はい、そのスモーキーさの改善率が、うん、まあ、プリアンプの時は 70-80% とかって言ってたんですけど、うん、もっと 80-90 ぐらいいってるんじゃないかぐらいの、うん、まあ、感覚的にね、はいはい、それぐらい良くなってました、はい、で定位がいわゆるこう前後左右明確なんですけども、うん、特に前後方向がはっきりしてて、うん、これやっぱりすごくデジタルの再生においては大事なところで、うん、まあ、なんでそれパワーアンプのアナログのパワーアンプなんだって話なんですけども、はいはい、高周波の例えばノイズであるとか、うん、はい、なんかそういうものがあるとこう接着剤じゃないですか、こう何か粘るんですよ、うん、音像同士が、はいはいはい、でこうなかなか離れないんですけど、はい、それがしっかり離れてますね、はいはい、それからそうそう、声の響きが出て、うん、やっぱりこの広域の成分っていうのはきちんと聞こえてきたのは、はい、このポップスにとっては大事なところ、はい、あと、ちょっと音像がそれぞれ大きめで、はい、これが音楽に近い感じ、これちなみにボリュームはもう全部毎回合わせてるんで、はい、ちょっと大きめに感じられたのと、うんうん、はい、あとやっぱりよりこう全体的にみずみずしいっていうか、うん、ビビッドっていうか、はい、このポップスらしいなり方になってきましたね。これはクラプトも基本的に同じなんですけども、やっぱり最初冒頭の、お客さんの拍手ですね、この手数が一番多かったですよね、うん、もう見事です、 そうですね、はい、でこれは92年のライブ版なんですけども、割とこう優秀録音版とかでは全然なくて、収録の時にノイズとか乗ってるんですよ、はいはい、で、こういう再生機器のノイズフロアが低くなると、うん、その、ソフトに入っているノイズがよく聞こえるようになるんですけど、なるほど、その聞こえる度合いが高かったです、はいはいはい、あとは、そうですね、あ、特徴的なのは、うん、そのまあ、シンバルの、広域の繊細感も出るんですけども、特に低音のこう深みっていうか音色感として、うん、はい、これが出てきたのがその、うん、要するにくっきりはっきりするだけじゃなくて、うん、そのなんかオーディオ的なこう擬音っていうか、うん、そういうものまで、楽しめるようになったし、うん、まあ、全体的にやっぱり鳴りが良くなってる感じが、はい、そうですね、ありましたね、全体感の鳴りがすごい良くなりましたね、はい、だから音楽としてこう楽しめる、はい、領域が広くなったというか、はい、そういう再生ですね、はい、まあ、分離がありながら塊感も出てきたなっていうところがすごかったなと。はい、だからプリアンプ大事だと思ってましたけど、そう思いました僕も、ね、パワー聞いて、あれこれもこれでいいなって思っちゃいましたよね、思いましたよ、ね、思いました、ね、そこは正直に良かったです、良かったです、良かったです、あれこっちいいなってなっちゃってたんで、ね、いや全然もう良かったですよ、はい、いやこれ電源関係ってね、いろんなテストをしながら思うのは、はい、その場所場所でいろんな問題が違うんですよ、うん、はい、だここだと、はい、例えばその PC いっぱい使ってる人がいるとか、うん、ある場合には雑居ビルで、ね、うん、もっとも総合的にいろんなノイズが乗ってくるとかっていうのもあるし、はいはい、あとは本来はそのプラスとマイナスのこう電位ゼロとか、はい、波形編集ソフトのこう真ん中のやつです、あれがきちんと出るかどうかって話なんですけど、はいはい、それやっぱり出てたんでしょうね、うん、なるほど、うん、やっぱり今日のシステムにおいてはパワーアンプでしたね、これはパワーアンプでしたね、ご自宅ではどちらにお使いになられてますか。今ウクミニマスは、はい、フォノイコライザーですけど、ね、あ、なるほど、ターンテーブル環境で、そうですね、MC でも、アース線が来て、うん、でフォノイコのアース端子につなぐじゃないですか、はい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 、あれと一緒に、はい、なります、なるほど、いろいろお試しになられて、そこに一ではそこが良かったんです、レコード環境には、はい、はい、なるほど、ということで皆さんもぜひぜひいろんな環境でお試しいただければと思います。というところで今日はざっとプレイヤー、最上流、まあ、プレイヤーですね、はい、アンプをお聞きいただいたんですけど、まあ、トータルこの仮想アースオリンパス展いかがでしたか。僕ね、これ聞いた時にびっくりして、やっぱりノイズを取るとか、はい、それさっき言ったように電位を安定させるとかっていう、うん、まあ、電子回路的にはそういうような説明になると思うんですけども、はいはい、これだけ、はい、パッシブで良くなってしまう、しかもこの大きさだっていう、まあ、値段こう、はい、経済力によって、うん、いや高いよ安いよっていろいろ感じ方あると思うんですけども、はい、これはやっぱり推薦できますよね、はい、はい、ありがとうございます。これ画面っていうか音で聞こえてるかどうかわかんないですけど、はい、相当な変化ではありました、うん、はい、はい、ありがとうございます。というところで本日は、オーディオ評論家鈴木豊先生をお迎えしてと思うんですが、何か前半のお話の延長とかよろしいですか。
というように聞くときは、いつも同じようなソフトをね、ちゃんとあの条件を整えて、こういうね、ちゃんと数字が出るボリュームであれば絶対揃えて、これはまあ 0.5 で式材なんで、必ず揃えて、本当にこうやって、ルーティンワークみたいに聞いていくのが僕の聞き方です。ただ実際、あの毎月いっぱい新譜は送られてくるし、1回しか聞かないソフトも多いんですよ、1回聞いてよくなかったらもう聞かないし、あるいは1回聞いてよかったんで、雑誌のレビューで取り上げて2回目、3回目聞くとか、だけどこういうクラフトみたいにもう何万回聞いてるか分かんないようなソフトがあるという、ちゃんと微細な差を分かるために、まあね、聞き慣れてるとね、よく分かりますよね。なるほど、はい、ありがとうございます。最後にこの横断で質問をさせていただくんですが、はい、鈴木豊にとって良音とは何でしょう。良音ですか。僕はもう何しろあの元の録音の良さが出るもの、もっと言うと元の演奏の良さが出るものですね、あの生演奏好きだしライブ版好きだし、でその、不対音なく、一つは、なまってる音がなまったり不対音がない、あと一個はやっぱりあの演奏って実際の生の演奏って大体勢いがあるので、その勢いが出る音が自分にとって今欲しい音ですね。なるほど、それが良き音、良き、自分にとって欲しい音、ありがとうございました。親入れ砲弾、本日のゲストは鈴木豊先生でした。ありがとうございました。親入れ YouTube チャンネル登録もお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい。